ウシャヒデは非営利のソフトウェア開発組織である。情報収集、可視化用オープンソース地図アプリケーションの開発を行っている。ケニア危機において、大統領選挙後の暴力行為を報道規制を避けて周知させるため、ある弁護士のブログに多くの情報が集まり始めたが管理が困難になったので、二人のプログラマが72時間で情報をメールやテキストメッセージで Google マップ上に表示するウェブサイトを作り上げたのが始まりである。社会運動及び公的説明責任の手段として、クラウドソーシング手法を採用しており、地理情報と市民ジャーナリズムに貢献する地図作成活動という造語を提示した。コディグナイターフレームワークのフォークである小ナ、プラットフォーム上に構築されており、基本インターフェースはオパンストリートマップを使用しているが、 ジオコーディングには Google マップ用 API の商用サービスを使用している。メキシコの選挙違反やワシントンの除雪情報などのまとめについても利用された。ハイチ地震やクライストチャーチ地震においても被災者や情報提供者間の連絡手段としてウェブサイトを提供した。2011年3月11日に発生した東日本大震災の後は 震災インフォというホームページ上で被災者や震災復興の情報を公開しており、日本のみならず世界中からのボランティアがページ作り、オープンソースを使った地図作り、情報の収集やフィルタリングをしてサイトを運営している。ありがとうございます。